アップチューンで可愛い系の曲だから、ここからみんなの個性が生まれた方が絶対可愛いなと思って、個人的には結構なんか振りめちゃめちゃ揃ってて、そういいなと思ったんですけど、個人的にはもうちょっと崩してるバージョンも見てみたいなって思った。ていうかなんか結構さ、明るめの曲、まあ、サステナブル以来とかだよね多分ね。どこのなくセンチメンタルな感じがするメロディーが今の AKB のつけっぽいね、なんか夏の終わりに出すのめっちゃ素敵そうだなって、素敵そうっていう素敵だなって思いますよね。なんか夏の終わり感があっていいなって、今こうやって披露してるのがすごくぴったりな曲だなって思う。なんかなんだろうなね、アップチューンだけど入り方とかちょっとなんかポニッシュみたいなノリがあるよね多分きっと。でもうちょっとポニッシュの感じは夏が始まるようだけど、今回は夏の終わりだよって感じね。なんかその歌声が結構低めなの、私たちって多分低めなのかな、この曲自体が多分ちょっと低めなのもあるけど、なんかアップだけど歌声が若々しいというよりも今の落ち着いた感じ、ちょっとの感じのアップな曲ができたのがすごく嬉しいって思う。久しぶりのみたいな感じだったよね。初めてさ聞いてもさ覚えられる曲ってさすごいよなって思う。そういうのが結構秋元先生マジックだなって思う。いやでも個人的には結婚するのめっちゃ早くねっていうね、結婚ネタ早くねっていう、エリーちゃん先端で結婚ネタ早くないかっていうところに笑ったね。ラストのみんなの弾け方がすごく可愛かったので、ワンハーフで披露したら多分この感じの良さってもっと伝わりそうな気がする。まあフルの良さももちろんあるけど、どんな風にカットされるのか分かんないけど、ワンハーフになったらなんか転調する、そう転調してるんだけど、あちなみに私披露する機会があるって書いたんですけど、歌番組とかではないのでそこは期待せず、私はでもそろそろリハをやるんだろうなって思ってるだけ。それにしてもさ、画面でパッて映るゆいゆいかわいいっていう、ゆいゆいかわいいあ、公演じゃないのよ、公演ではないんだけど、私やる機会があるので公演まだやらないっすね。いや、ユーナーのさ結婚のさ歌声やばかったよね。なんか癖なんだ、癖あるんだけど、ハスキー、いや難しいな、透明感ではないんだけど、なんかさミントミント、うん、ミント、モヒート飲んでる感じ違うか、モヒートじゃないか
ミントそうなんかミントソーダ飲んでる感じわかる？なんかちょっと癖ある炭酸飲んでる感じわかる？ミントソーダ飲んでる感じ、なんかシュワシュワしてるんだけどすって爽やかなんだけどシュワシュワしてるでちょっと癖がある感じミントソーダって感じ。わかんなんか伝わってほしいんだけどな。サイダー、三ツ矢サイダーに、いや三ツ矢サイダーのパッケージ、いや違うね、いやミントソーダだよ、ミントソーダの感じなんだよ。なんかシュワシュワしてて癖があってシュワシュワしててでも爽やかって感じ伝わらんわこれ。ダメ、めっちゃこれいい例えだと思ったんだけど私の中で。ダメ、モヒートじゃない、ミントソーダって感じ。ラムネでもない、ラムネじゃないの、ラムネじゃねえ、子供すぎる。でもラムネも近い、ミントソーダだと思う。アルコールはいらないです本当に。例え聞いてみてください、あのユーナの D メロ、ユーナの D メロをぜひ聞いてみてください。さあそんなわけで私は、はい、スープ飲みます。あぶねあぶね、スープ飲みます。夜ご飯だよ、僕の夜ご飯だよ。おいしそうおいしそう、おいしい。スープなのにさ、まさかの味噌汁のさ味噌汁のさお椀で飲もうとしてる私よ。よし、美味しそうです。さっき作ってたんですよね、さっきじゃないか、結構前に作りましたねこれ。さっき卵を入れた。さあというわけで本日のスープ、きのことトマトの塩麹かきたまスープ、かきたまスープ塩麹卵スープです。塩麹で味付けしてみたんですよ。そうなの、具沢山な味噌汁に見える、やめてください。あの色がねめちゃめちゃね、あのき卵が色めっちゃ出しすぎてやばないなんかレシピではきのことネギってなってたんだけど、違うレシピできのことトマトの卵スープっていうのがあって、あいいなと思って、でそれで塩麹使ったスープってないかなって思って調べたら、きのことネギのスープが出てきて、その2つの要素を掛け合わせたぜみたいなさっとだけ飲みます。あ美味しい、優しい、優しいけどなんかコクがある。味付けマジで塩麹オンリーなんですよ。えのき、あの夜ご飯いつもだったらもうちょっと早く食べてるんですけど、今日はちょっと楽しい楽しい楽しいおやつをしてきたんですよあの最近私デニーズにハマってて、デニーズでお誕生日クーポンお誕生日クーポンがね
あって、そのお誕生日クーポンってあのお誕生日プレゼントっていう感じで、バースデー系バースデーデザートみたいなのが出てくるの、出てくるっていうかあるの。それを頼んでみたの。したらパンケーキの上にチョコアイスが乗ってて、生クリームでなんかすっごいオシャンでっていうのをデザートに食べたっていう。美味しかった。無料なんだぜ。アプリ入れてたら無料で無料で食べれるんだぜ。あのパンケーキはわりかしホットケーキに近い感じのパンケーキ、ホットケーキかなあれは。なんかちょうどいいほっこり感がめっちゃ美味しかった。写真撮ったけどこの携帯の中、私の写真はないです。なんせ一人で食べたかな。だって人誘ってさ、デニーズでさ誕生日のやつ食べようぜなんて言わないっしょ。まあでも小さめのこれぐらいの2枚重ねのホットケーキって感じだから、そう、さあトマト入れてます。うん、甘じょっぱい。私スープに焼きトマトめっちゃ好きなんですよね。甘じょっぱい。キノコと塩麹なんでめっちゃお腹にいいです。うまっ。なんかさあんまりあんまりじゃないか、ジャキって味のついてるスープも好きだけど、だし香っててホワンって優しい系のスープも結構好きなんですよね。音が新鮮、めっちゃえのきの音です。めっちゃ歯に詰まった。歯に詰まってる、ここの歯にえのきが挟まった。泣いた。あとね今日はね具多めに入れたので、今日の夜ご飯はきっとこれだけ。でも納豆食べようか迷ってるんだよね。もうちょっと味しっかり欲しいなって人は、まあ、塩麹入れたけど塩入れたら多分味はっきりすると思う。納豆は中粒ぐらいの納豆が好きです。中粒ってなんやねん。多分大粒より小粒納豆得意じゃない、引き割りも得意じゃない。私実は納豆あんまり得意じゃないってことがね最近分かったんですよ。私あの金の粒かなシリーズの梅黒酢っていうのがすごく好きなんですよ。納豆嫌いな人でもこれは絶対食べられると思う。臭くない、まあ、食べ終わった後は納豆臭いけど食べてる時は全然臭くない。納豆好きですよ。その納豆が特に好き。これでキノコ使い切ったのかな。使い切ってない。私我が家にねあのキノコ冷凍箱があって、そう
キノコ大量冷凍ストックしてあるんですよ我が家そう大量に冷凍ストック。キノコって冷凍するといいらしいんですよ。冷凍箱と言いますけど、ただのジップロックです。キノコ冷凍袋です。ジップロック、美味しかった。なんかほっこりした、あの出汁取って、そう出汁汁に塩麹とキノコとトマトと卵やってるので、うま、美味しかったうまっ。美味しかった。普通にだしパックです。カツオ系じゃない？多分。美味しかった。こんばんは。どうしよう。ちょっともうちょっと飲む？いやでもなんか意外にお腹いっぱいなんだよな、迷うやっぱり納豆を食べるべき配信で納豆食べるってなんかすごい絵面じゃない。これです、私の大好きな納豆さんはこちらです。でれん、蜜柑金の粒梅風味黒酢だれですです美味しいです。配信向きではないが食べる。癖強くないんですよこれが全然あの納豆臭いのでちゃんと袋に入れて、はい、袋に入れて食べます。そんな酸っぱくないですよこれ。酸っぱそうだけどそんなに酸っぱくない。なんかわかる、この納豆の豆の大きさ結構大粒じゃないこれ。納豆だけ食べます。私夜ご飯に納豆だけ食べること多々あります。逆に私ね米にかけられないタイプ、納豆マジ納豆そのまま食べる。逆に本当に納豆、うん、米にかけて食べたことないレベルで米にかけない米にかけない納豆、うん、まんま食べる、もうそのまんま食べます私は。夜ご飯納豆、自家納豆、ストレート納豆、納豆だよ納豆食べたことない。我が家スプーンで納豆舐めるかも。納豆食べてるとは思えない。あんまりネバネバしていない。いやお口はネバネバしてます。
まんま食べます。美味しいです。納豆食べたくなってきた。斬新すぎるよね。多分ご飯にかけて食べてる人からしたら斬新すぎる。私納豆昔からなんか納豆だけしか食べない気がする。なんか小学校とかに納豆出た時もなんか本当にめちゃめちゃ嫌いなわけじゃなくて、納豆の匂いがあんまり好きっていうか得意じゃないんだなって。別に納豆自体は嫌いじゃないんですけど私。だからこの梅黒酢がちょうど好き。終わり。そう、納豆が体にいいよっていうので3年前ぐらいから多分夜ご飯に食べ始めてて、そう夜ご飯に食べるようになりましたね。美味しかった。そう、私夜ご飯食べないんで、ご飯って米よ、米食べないんで、米代わりみたいなもんですね。米代わりではないか、食前にめっちゃ食べる。これネバネバしたからスープもうちょっと飲むわ。結局スープに戻る福岡。よいしょ。美味しかった。ごちそうさまでした。早い。食に興味なさそうに見えて興味あるんですよ。めちゃめちゃ危ない危ない危ない。めっちゃ危なかった今。倒すとこだった。張り倒しちゃう。そしてお水がなかったことに今更気づいた。さ、そんなわけで落ち着きました。まだね、えのきがここにあらまる。さ、そんなこんなわけで僕の相談会てててて満たされましたか。満たされましたね。テロップ後でちゃんとフロスしときます。お腹いっぱいになりました。いやだから私おやつにパンケーキ食べたんだって。結構重かったのよパンケーキが。だって昼ご飯食べた後におやつにパンケーキ食べたからね。わりかし重かったぜ。あと夜ご飯あんまり食べない主義、ちょっとしか食べない主義なので、あんまり夜ご飯がっつり食べないので。福岡さんのアンケート
埋める回。そうなんですよ。いや、ドボンライブについてね来たんですよ、アンケートが来たんですよ。アンケートがやりたい曲1曲ずつは思いついたので、2曲目をどうすっかなっていう、どうすっかなっていうでもなんとなくね、これなんじゃないかなっていう、いや、やっぱ全体曲で抑えきれない衝動っていうので入れてみるか。でユニットに関しては第一希望というか、なんかやりたい曲1曲ずつは出てるんですけど、やりたいっていうか、私が見たい聴きたい曲、私がやりたいっていうよりもなんか見たい聴きたい曲を私が上げてるだけなんですけど、いや、やっぱ抑えきれない衝動ってリクエストしとくかな。やっぱね、やりたいよね。全然、え、何年やってないのって感じだね、抑えきれない衝動ね。抑えきれない衝動かな、全体曲もう1曲は。前回却下されてるので前回私のリクエスト蜃気楼を聞いていただいたので、相談で公表しちゃうもんなのか。あの、第一希望は公表しないので、私は第一はどっちも決まってるんですよ。第二をね、今ね検討中なんですよ。でね、ユニットね、一個めっちゃね好きな曲があって、そう、ユニット一個めっちゃ好きな曲があって、あの SKE さんのネクストガールズ窓際ラバーって曲がめっちゃ好きで、ちょっとワンチャンリクエストしてみようかなっていう。そう、ワンチャン。でもこれで踊るってなったら、あの曲もともとめちゃめちゃ人いるけどみたいな、何人でやる曲なんだろうっていう。個人的に窓際ラバーめっちゃ好きなんだけど、そう、絶対披露する機会ないし、でもなんかそのメンバーを巻き込むっていうのがちょっといいのかなみたいなところであるんだよね。若い子と一緒に窓際ラバーやろうかなちょっと窓際ラバーちょっとやっぱリクエストしてみるか。朝き夢見しだやっちゃえやっちゃえ。いや、マジで、ね、いや、でもなんか AKB ファンの方だと知らない方もいるかなと思うから、青春楽曲で SKE さんの曲ですが、以前リクエストアワーで聞いたとき、リクアオでやってたよね。とてもとても素敵だなと思ったのでやってみたいです。できれば若い子たちと。あ、いいんじゃない、私窓際ラバーね、あのね、微妙にしかね分からないのよ。全部ちゃんと歌えるわけじゃないの。だから私自身も覚えなきゃいけないんだけど、好きなの何それっていう。ちょっと歌えるかやってみよう。ちょっとちゃんとね歌える曲で、ね、好きなんだけど、あるかな、若い子たちって。せいちゃんも若いやん。そう、せいちゃんはギリ若い枠に入れるから、もっと若い子たちとやろうっていう。セナタンとか
あ、ないかも。窓際ラバー、あ、ないわ。窓際ラバーダメだ。あ、なかった。やべえ、なかった悲しい悲しい。あ、ないないな、マジで。マジ私好きなのに窓際ラバーがないという事件。はあ、悲しい。じゃあ私がアカペラで歌います。なんかさ、あのリクアワで聴いて好きっていう曲が私結構好きなんですよ。あの制服を着た名探偵とかめっちゃ好き。教室の片隅で恋をしてる、あれでててててててて、ゆっくりと過ぎてゆくハートの針、変わらないこの距離に切なくなる、もどかしい窓際ラバーっていう曲なんですよ。はい、ちょっとサビの中盤危ういっていうっていう曲です。かわいいのよこれのね。ちかこちゃんのね、ちかちゃんの、ちかこちゃんの微笑みが忘れられないぜ。微笑みっていうか満面の笑顔が忘れられないぜ。多分陸王じゃないかな、陸王かなんかでねやってたんですよね。ちょっとワンチャン、ワンチャンなのでちょっとワンチャン出してみよう、ね、ワンチャン出してみよう。いやでも私なんかリクエスト曲はセンターを担当していただく可能性もありますって書いてあるんだけどセンターじゃないので、これが見たいの窓際ラバーじゃなくてね。窓際ラバーはもうセンターでやるんだったらセンターでやらせてもらいたい。いや私は全体曲のねこれがやりたいのよ第一希望って書いとこうかな、第一希望いや可愛いんだよね、制服を着た名探偵も。君は制服を着た名探偵さみたいな曲ですちょっと音程違う。てて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 、です。可愛い。第一希望は言いません。でも私この間話したよ。さ、そんなわけで相談会終わっちゃった君ほぼほぼ決まってたやんってねそう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 いう人間だ楽曲以外でやってみたいことはありますか？ MC 企画などありますか？楽曲以外でやってみたいこと。なん MC ってむずくない？ビンゴ大会、嘘だよそれ。いつものパターンだった、まあ、相談会なのでね。楽曲以外でやってみたいことですか相談だよ今、相談だったよ。
そう話を聞いてもらうかいっていうのこれなんだけどどう思うっていうところです。女子だわ。そうです。メンバー対抗大運動会面白いねそれ、うん、っていうかなんか本当にさ 言ってみちゃえばさ相談ってさ相談じゃない一緒に決めようだったらさ一から考えるだけどっていうどういうことやねんということで置いてきましょう。めんどくさいからもう福岡さんそういう考えめんどくさいからもういいよってことで終わりやすコカさんのねめんどくさいところが出ちゃうからねこういう話するとリアルタイムドボンと楽しそう。リアルタイムドボンめっちゃいいじゃん。それちょっと採用。リアルタイムドボン。いやでも近いのに離れてるとかもやりたいよね。でも近いのに離れてるさやったらさ絶対センターにしないでくださいって書くよね何せ私踊りが本当にできないもんで、はい、なんとか努力してここまでは来てますが本当にダンスの上手い人と私の踊りを比べてしまうと泣く泣く。今回のライブに関して企画内容以外でのご要望、なんか衣装とかできる言えるってことかなこれ。いやでもねユニット曲で君についてもいいなって思ったの。そう君についてもやってみたいと思ったのよ。着てみたい衣装借りてきてみんなに着てほしいね。衣装何着たいかな。衣装着たい衣装着てみたい衣装があるのかどうか。君について最近めっちゃ好きだねっていう君についてやばい特にないかな。特にないかな。ないんかい。ないんかい。こんばんは。希望についてはねめちゃめちゃ振りが難しいです。
さあ、じゃあ福岡さんは次のふくらじに来てくれるメンバーのことを調べます。調べます。こんな時に大活躍エキペディア。ほう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 。リサーチ中。え、2017年から2019年に急に飛んだ。びっくりすぎる。うん。うんうんうん、めっちゃわかるなこれ。あめっちゃ見てる。あーへー何を一人でやってるねんって教えてはくれ。なあ、サイリウムこんな色になったんだ。へえ。知らなかった。いや、どんな話にしようかなと思って。そう、相談会しようかなと思ったんだけど、どんな話にしようっていう話をさされるのってどうなんだろうなって考えて。どうなんだろうなって思って、なんか楽しみにしたいというか、なんかそこは福岡さんが決めてほしいみたいなところあったりするのかなみたいな。どうなんだろうっていう。どうなんだろう。面白い話を書いてください。いや、なんとなく書きたい点はあるんですけど、それで言っていいかどうかをちょっと迷っていて。そう、でもやっぱ福岡さん書きたい内容として2人の会話劇というよりも1人にフォーカスを当てる小説のノリの方が書きやすいんですよね。ビエン。基本福岡さんが決めるので、たまにそういうのもありかな。ちょっと書いてみて、書けなかったらまた相談するでいい。とりあえずやりたいテーマで書いてみて、まだ時間もありますし、あと1週間あるから書いてみて、あ違うなって思ったらどうにかするわ。なんでそんな急に、なんか気持ちかっこいいボイスで言ったんや。まずやってみましょう。そうですね、まずやってみましょう。ずっと主観にいるえのきたん、やめてください。ダメです、見てはいけない。ずっとねいるんですよ。あでも見えてないや、これずっといるけどバレてないわ。これいいや、じゃあいいんかい。なんか長引きそうなえのきなのでちょっと後で撮ります。
福岡さん気にならなければ大丈夫。ちょっと気になってます。すいません、ちょっと気になってます。僕が見えるの字あるんだけど、それ僕が見えるの。なんかいろんな曲あるよね本当に。あー、アクシデント中ね。今めっちゃカラオケのところ見てる。一歩一歩一歩目温度選んでレインボーレインボー。快速と動体視力、確信が持てるもの。確信が、悲しい歌を聴きたくなった。悲しい歌を聴きたくなった。恋をするとすぐにわかる、君の瞳は靴ひもどうやって結ぶのか。今度こそエクスタシーでででででで、ささめゆき。幸せ分けなさい。ジェジェに借を返しに来た。そうだそい。君の微笑みを。今さ、すごいさ、あの選曲してる人じゃない？あの太鼓の達人でさ、選曲してる人じゃない？僕たちは今旅立ちの時、誰が私を泣かせた。何に傷ついたのか。トゥーゴー、あなたときっと。トゥーゴー、いつかはきっと。あ、ハウカム、ハウカム、ハウカム、ハー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 カム、ここに引っ越しするよ。ガーデン、カラフルフラワー。何タイムなのこれ。ホワイトデーには、ミステリーラインもっとスリーでモッシュして、夢の川を渡った船が、私は傷つかない、どれだけ幸せでも。おお、というわけでいろいろ歌ってました。ビーガーデン出てきたの爆笑。ハウカム、さっき千代里さんが歌ってた。マジ千代里さん歌えるんだ。アルバムの CM みたい。ハウカム歌えんのかな。私ハウカム結構好きなんですよね。チーム K の曲です。私がちょうど入ったとばっかりのチーム K の曲。やばばばばば。あんまり歌、あんまりカラオケ向きじゃないなこの曲。最近急に歌い出す。唐突に歌います。ハウカムが歌いたくなったので唐突に歌う福岡。ルビーも歌えるようになりたいね。いいですか、唐突に歌っても。赤サタンのハッ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 、めっちゃ多いな。どうぞ。ありがとうございます。唐突のハウカム。
刺さってしまった疑問聞いてみたい今あなた誰といるの愛なんて永遠じゃないすぐに変わるあやふやなものめくり合って探り合って傷つけ合って何を求めるむず難しかったわ。リオとるのめっちゃ難しかったねこの曲。やっぱ披露したことないのってさ、リズム取れないんだなって思った。リズム取れないというかなんかその入りがわからない。というわけでハウカム、唐突なハウカムでした。なんか披露したことあればこのタイミングでこの振りが入るからこうだっていうのわかるんだけど、あのタイミングが全然わかんなかった。K 曲めっちゃ好きなんだよね実は。チーム K 曲急にめっちゃやる人でいい。あと10分ぐらいあるので、ちょっと一回聞かないとできないかな。チーム K 曲チャレンジ、やばいやばいやばい、イヤホン抜いちゃったからできませんって言われちゃった。唐突チャレンジ、でかいな。ああ。あは、聞こえた？聞こえてなかった？聞こえた？さあ、というわけで。愛しきライバル。めっちゃ好き。歌えるかなこれも。ライブでさ、よく聴く曲ってさ、やっぱさ、覚えるよね。夜空に眠る星と星とが巡り合うように出会ってしまった運命の指示抗っても気づいた時には愛していたんだ瞳の奥になぜか懐かしい光わかんない存在君がいつからか僕の敵だよと
周りから言われて意識していた。競い合うことで強く生きられた。もし君がいなくなったらどうすればいい。愛しきライバル。Bメロめっちゃ怪しかったけどめっちゃ好きな曲でした。 K 曲好きやんね。やっぱ最近聞いてなかったから B メロが全然分かんなかったよ。途中の笑顔タイミングよかったんです、すいません。じゃあちゃんと歌える曲にしよう。みんなが大好き、ちゃんと歌える曲。あらゆるさ、横山さんのサチコでやってけどもう踊れる気がしない。悲しみの玉に打ち抜かれ、胸から涙あふれる。息も止まりそうな夜も、やがて次の朝が来る。人の心はそんなやわじゃない。もっと強くできてる。タフなものさ、傷つくたびかさぶたになるよ。前に倒れろ、力尽きてもその手を伸ばせ。掴め前に倒れろ、夢を見ながらそれが正しい死に方だ。生きるものよ、You are alive。 こっちか。いい曲、アライブいい曲ですね。本当にありがとうございます。さあ、じゃあエンディングソングとして私の大好きなこの曲を歌って終わろうと思います。まだ歌うんかいっていうね。みんな大好きアライブ、そして歌いやすい音程アライブ。アンコール、ささみ焼きリグレット、アンコールじゃなかったか。ささみ焼き、もしどうしても嫌だとその腕にしがみつき、泣いてたらしょうがないねとあなた言ってくれたかな。聞き分けがいいふりして背中向けた街角、涙見せたら負けと自分で思い込んでいた。きっと追いかけてきてくれるわ、名前呼んでくれる。振り返らず期待したのに放っておかれた。ささめゆき、悲しみをちぎって来た風に吹かれ、子供じみた強がりなんか溶けてしまえばいい。リグレット、思い出はいつでも綺麗すぎるから、頬や髪が濡れるまで冷たさ忘れる。ささめ雪リグレット、まだ闇そぼって止まない。中
途半端な雨のように往生際悪い恋笑顔くらい見せたかった。このまま家に着く頃心も体も濡れてる。目に見えない胸の痛みぬくもりが消滅する。もっとあなた僕待たせたら止めてくれたのかな。言い訳なんかはしないで愛してるから。みぞれ雪何を伝えたいの。はっきりせぬまま雨のような雪のような気持ちが切ない。でんだねすいそう雪が降ってくれた方が過去はすべて水になって諦められるのに。季節を選ぶ。愛してるから愛してるからささめ雪悲しみをちぎって北風に吹かれ子供じみた強がりなんか溶けてしまえばいい。リグレート思い出はいつでも綺麗すぎるから、頬や髪が濡れるまで冷たさ忘れる。ささめ雪リグレート本当に好きや。ちょっと今度さちゃんと練習してささめ雪やるね適当すぎたちゃんと練習するわ。好きやささめ雪。今年は聖ちゃん理科はしないの。してないっすね。あれはあの聖ちゃん理科はあの2020年特別だったのでね。チーム系曲大好き3曲とかやってみようかな今度ね。基本さっきの曲やんって。愛しきライバル、愛しきライバルもでもちゃんと歌えるようになりたいから、ちょ愛しきライバルも練習しとこうね。愛しきライバル、ささみゆきリグレット、あと何やったっけ。チーム系曲ちょっとチーム系曲見ようぜ。これで見るより調べた方がいいのか。暗闇も聞いてみて。暗闇ね歌いたいと思ってるんよね。でも全然歌ったことないですね。暗闇歌えるようになりたいね。夜よ僕を自然にするな。でれれ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 れが歌える気がしない適当すぎるじゃん。あなた哀愁、あそうだ、哀愁のトランペッタ歌いたいんだ。でも結構ね大人なんですよね。哀愁のブラスが響き渡る。でもちょっと哀愁のトランペッタいいな哀愁とのトラ、哀愁とだって、哀愁のトランペッター、愛しきライバル、ささみゆきじゃない。まあゼロさんもねいいんですけどね。好きなんだけどね。熱いし踊るの好きだけど歌う、もう歌もいいか。思い出は美しくてとかいいけどね今あのチーム K のアルバム、アルバムじゃない、チームで出してる曲を見てた。公演曲はね見てない。公演曲入れるんだったら絶対私エンドロール見れるやで。でもエンドロール入ってないのよ。大好きなのエンドロール。私壊れかけたジュークボックスから流れる、あの踊れないから歌だけ歌いたい曲エンドロールっていう。
このリズム、あの人が好きだった、キューバの。ちょっと一人でさ、マジでさ、あのエンドロールさエンドロールさ、あのアコースティックバージョンでやるね。誰かの幸せ、Miss you、 青ざめた月が窓から降り、悲しい色に私を染める、さよならの手がかりもなく、バスへのバーで待っていたって、誰も来ないと分かってるけど、ここにしかいられないよ、時の流れをかき混ぜながら、天井のファンゆっくり回り、涙を忘れさせようとする、恋の終わりは一方的に、ある日突然行方不明よ、yeah, yeah. 愛しすぎて No, no 止まったまま、yeah. エンドロール。それっぽい振りだけしかできないっていう。エンドロールマジでさ、一回ちょっとなんかさ、ダンスしないバージョンのエンドロールしたいよねダンス踊れないとできない曲になっちゃうからさ。超絶おしゃれにして、てかエンドロール自体もともとめっちゃおしゃれなんだよね。ダンスだけの人とボーカルだけの人が目の前でダンス踊らせて黄色ねさ、そんなわけで楽しかった、楽しかったです。なんかね、最近ちょっとゆるっとする配信多いので、企画ものもやりたいですね。ドモライブのアンケートそれ出さないよ。はい、楽しかったなんか今の言い方は卒園式かな、小学生の楽しかったクラス旅行みたいな、クラス旅行って何だろう、楽しかった修学旅行じゃない、楽しかった体験学習みたいなね、そういうのを意識して言いました。唐突、小学校じゃないか、年長さんが楽しかった何、楽しかった幼稚園みたいなはい、というわけでランキング読んで本当に終わります。もう結構やってたのでね、1位テンパさん、2位クーニャンさん、3位としのりさん、4位リバーサルマンとひろすけさん、5位しきながさん、6位ケイリンさん、7位北斗さん、8位空耳さん、9位は白いクマじゃなくてさんです面白いね。10位ヨッスさん、11位ユキタンさん、12位ヨウタロウさん、13位村北北さん、ということでありがとうございました。楽しかったチーム計曲ありがとうございました。お疲れ様でした。またね、バイバイ、またね。今日もドトツカラオケ大会ありがとう、楽しかった。最近のハマってる子、バイバーイ、またね。